富裕層とは、一定以上の比較的大きな経済力や、購買力を有する個人、世帯。または、より広く捉え直した上で細分化して、富裕層もしくは、超富裕層などの用語が使用される。ワールドウルトラウェルスレポート2017によれば、世界の超富裕層人口は二二十万六千四百五十人、アメリカが七万三千百十人と最も多くなり、ついで、 日本16,740人、中国16,040人、ドイツ13,420人、イギリスパス1,860人、フランスパス1,630人、カナダパス1,590人、香港7,650人、スイス5,940人、イタリアの5,530人となったが、今後の超富裕層人口については、富の保存段階に入った欧米とは、 対照的に、新興アジアでは、富の創造が拡大すると予測されている。財産家、大金持ちを、祖法という。元は、元々で、付け加えるもののないこと。風は、風禄、高度のら位や領地がなくても諸行に等しい富を持っていること。大きな資産を持っていること。また、その人。金持ち、金密家、財産家、資産家。 素法のみで、大金持ちの人を意味し、本来、家をつける必要はない。しかし、資産家や、金密家などに寄せたのか、明治以降、大金持ちの人を表す際には、家をつけて、素法家というようになった。RBC ウェルスマネジメントなどの調査による、富裕層の定義は、主な居住用不動産、収集品、消費財、及び耐久消費財を除き、 百万ドル以上の投資可能資産を所有する世帯としている。英語では、ハンウィーと表記する。二千十二年の統計によると、世界に約千百万世帯の富裕層が存在し、世界で最も富裕層人口を持つ国が、アメリカで約三百六万世帯、二位は日本で約百八十二万世帯である。また、三千万ドル以上の投資可能資産を所有する。 世帯を超富裕層と定義している。野村総合研究所は、超富裕層、富裕層に分類した調査を報告している。この報告によると、2015年の富裕層マーケットの規模は114.4万世帯、純金融資産の総額は197兆円、超富裕層マーケットの規模は7.3万世帯、純金融資産の総額は75兆円である。また、 段階の世代の定年退職及び少子高齢化を背景とする遺産相続の増加に伴い今後しばらくは富裕層マーケットが拡大していくという予想が示されている近年情報通信技術の発達金融規制緩和により財を成した者たちが増えている100万ドルの家サリナスフランスのコンサルティングファームのキャップジェミニが発表した2019年の世界の 富裕層数ランキングである。主な居住用不動産、収集品、消費財、及び耐久消費財を除き、100万ドル以上の投資可能資産を所有する世帯を富裕層と定義している。世界の富裕層人口の上位25カ国は以下の通りである。スイスの金融大手 UBS などの集計による2019年の世界の超富裕層数ランキングである。 超富裕層を純資産3000万ドル以上所有するものと定義しており、世界に29万720人いるとされる。最多国はアメリカ合衆国、最多都市はニューヨーク。世界の超富裕層人口の上位10カ国は以下の通りである。ありがとうございます。